オー・ヘンリー作吉田杵太郎役老木の心配ブッシュロッドのジいやはウェイマウス銀行の人たちのうちで一番役立たずの人間だというわけにはいかない60年の間というものこのジいやは一種の動産としてしもべとしてまた友達として ウウェイマウス家に忠実に仕えてきたのだ。銀行の黒炭の家具と同じに、このジいやは真っ黒な皮膚をしていたが、それは外側の話で、彼の魂はまだ書き込まれない銀行の帳簿のページのように真っ白だった。こう銀行の所蔵品ずくめで例えてやったら、ジいやはきっと大喜びだろう。 なぜといえばブッシュロッドのジーやにとってはこのウェイマウス銀行以外にその心にかかるものとてはこの世に一つもないのだから銀行におけるジーやの位置は玄関板ともいえれば頭取ともいえるようなものだったウェイマウスは南方渓谷地方のふもとに連なっている低い丘の間に 夢のような影を落として横たわってたた。わっいウェイマウス町には三つの銀行があった。そのうちの二つはウェイマウス家の人が入っていないので名声もなんとなく上がらず経営の方針も誤っていたのですでに絶望の状態にあった。第三のがウェイマウス家の人々と ブッシュロットとによって経営されているその銀行であったウェイマウス邸というのは古いレンガ造りの館でその白い丸柱のたくさん並んだ古風な玄関はエルダークリークを越えて町へ入ってくる人たちの目を最初に捉えるのであったその邸宅に住む人たちは銀行頭取のロバート・ウェイマウス氏 その娘、今は家婦になっているベシー夫人および夫人の二人の子供なんとガイトであったベシー夫人はみんなからはレチー城と呼ばれていたまた庭にあるコテージにはブッシュロッドのジーヤとその妻のマリンジーのバーヤとが住んでいた銀行の水筒係 ウィリアム・ウェイマウス氏は、本通りにある近代的なきれいな家に住んでいた。ロバート氏は、年62。大きながっしりした人で、滑らかな肉付きのいい顔と、長い鉄色の髪の毛と、火のような青い目と思っていた。彼は怒りやすく、しかも親切で寛大な心を持ち、 若々しい微笑と恐ろしい春烈な声と思っていた。その声はあまりに激しいので、いつもその声が言おうとしている意味を間違いなくつかむということは難しかった。ウィリアム氏は温厚な礼儀の正しい人で、仕事に熱心だった。ウェイマウスの人々は、ウェイマウスの町の主なる家族であって、 伝統的に尊敬の的となっていたブッシュロッドのジーやは銀行にとっては信用ある玄関盤であり使い役であり家来であり守護者でもあった彼はロバート氏ウィリアム氏と同様に穴蔵の鍵を持って歩いてきた時と,とすると1万ドル1万5千ドル 2万ドルの銀貨が袋へ入れられて穴蔵の床に積み上げられていたブッシュロッドのじいやに心配はいらなかった彼は情においても連直と誇りの点においてもまさしくウェイマウス家の一人であったのだ近頃ブッシュロッドのじいやは心配なしでは暮らしていられなかった 心配の種は主人のロバートだった。ほとんど一年の間、ロバート氏は飲酒にふけり続けていた。ただほろ酔い期限にするくらいでは満足できず、だんだん飲まずにはいられないというところまで進んできて、もう大概の人がそれに気がつき始めていた。日に五、六回も銀行から出かけて、彼は商人のところやホテルへ行って飲んできた。 ロバート氏の日頃の鋭い判断や事務上の手腕は少し損なわれてきた。ウィリアム氏は彼とてウェイマウス一族の一人なのでどうかして潮の引いていくような避け難い体制を挽回しようと努めたが何分にも経験が少ないので思うように行かなかった。ウェイマウス銀行の預金は 6桁から5桁に減少した。無分別な貸し出しをしたために次第に未払いの借用証書が増えてきた。誰もロバート氏に接種の忠告をしようという人はなかった。多くの人たちは彼の飲酒の原因を2年ばかり前に彼が妻を亡くしたことに期していた。またある人たちは ロバート氏の怒りやすい気質を考えて、中言を躊躇していた。全く彼はそういう個人的な問題について、干渉でもされたらすぐに怒こるのであったから。レチー城とその子供たちもその変化に心づいて、それを悲しいことに思っていた。ブッシュロッドもやはり心配していたが、彼もまた 忠告をあえてしない人々の一人だった彼と主人のロバートの間柄はほとんど仲間同士のようなところまで進んではいたのだけれども彼にはその上主人の飲酒よりもなお大きな心配が起ころうとしていたロバート氏は魚釣りを熱愛していて季節とジムとが許す限りいつでもそれにふけろうとしていた ある日のこと、鈴木の季節になったことを知らせた手紙が来ると、彼は二三日がかりで湖の方へ旅行に出かけるつもりだと言い出した。昔なじみの判事、アーキナードと二人でリージー湖へ行くのだということであった。さて、ブッシュロッドは長老派教会の兄弟姉妹の水筒係に押されていた。 彼が属している会では、いずれも彼をその会計係にしていた。彼は黒人仲間では第一の地位を占めていた。彼はその仲間には、ウェイマウス銀行のウェイマウス・ブッシュロット氏という名で知られていた。ロバート氏が魚釣りの旅行に出かけるつもりだと言い出した日の晩、それも真夜中の十二時に、老木・ブッシュロットは、 寝床からムクムク起き上がって、これから銀行まで行って、兄弟姉妹の通い帳を取ってこなければならんと言い出した。それをうちへ持ってきておくはずだったのを忘れたのだというのだ。その日、帳簿係が彼のために通い帳の収支を整理し、払い出し済みの小切手を皆その間に挟んで、ゴムひもを2本その上にかけておいてくれたのだ。 がかりはほかの通い帳にはゴムひもは一本ずつしかかけなかったマリンジーのばあやはそんな遅い時間に行くのはばかげているし必要もないことだと言って反対したがブッシュロット老人はどうしてもその義務を怠ることをがえんじなかった「ほらアデライン・ホスキンスさんに言っといただ」と彼は言う 明日の朝七時にその通い帳を取りにここへ行こうってな。委員会へそいつを持って行かねえじゃならねえからよ。だから明日あの人が来た時にここに通い帳がなくちゃ済まねえだ。そこでブッシュロット老人は古い飛び色の服を着けくるみの杖を引いて人っ子一人通らないウェイマウスの町通りを ふらふらと歩いて行った。彼が銀行の脇戸の状を外して、いつも内密の相談をするとき使う小さな裏部屋。そこは毎日彼が自分の上着を釘にかけておくところだが、え入ってみると、探しに来た通いちょうは自分が置いといた場所にちゃんとあった。注意深く辺りを見回して、 すべてが自分がそこを立ち去ったときのままで、何ら異常のないことを見極めてから、安心して帰ろうとしたとき、突然、表口のドアに鍵の音がしたので、彼はぎょっとして立ち止まった。何者かが素早く入ってきて、静かにドアを閉ざすと、勘定部屋へ入っていった。勘定部屋のある部分は、彼が立っていた裏部屋と、 今は真っ暗な一つの廊下によって連絡されていた。ブッシュロッドのじいやは、この神聖なるウェイマウス銀行へ深夜侵入してきたものが、果たして何者であるかを見ることのできるところまで、静かに足をつまだてて進んでいった。手にはくるみの杖をしっかりと握って、そこにはただ一つ、 ガスの炎がぼんやりと燃えているだけであったが、そのほのぐらい光の中でさえ、侵入者はほかならぬ銀行の頭取り、その人であるということがすぐにわかった。惑いを恐れて、どうしたらいいのかもわからなくなって、その老いたる黒人は、真っ暗な廊下に立ちすくんで、事の成り行きを待っていた。 穴蔵は大きな鉄のドアに閉ざされて侵入者の前にあった。その中には金庫があって銀行の有価証券、金貨その他の通貨がそこにしまわれているのである。穴蔵の床には多分一万八千ドルの銀貨が置いてあることだろう。頭取はポケットから鍵を取り出し、穴蔵のドアを開けてその中へ入り、 ドアをほとんどしめてしまったブッシュロット老人はそのわずかなドアの隙間からろうそくの火のちらちら揺れるのを見た。一、二分するとそれは見張りをしているものにはものの一時間ほどにも思ったことだろうがロバート氏は出てきた。彼は大きな手提げ袋を持ち出してきたが あたかも人に見られることを恐れるように慌ただしい様子をしていた。彼は急ぎながらも丁寧にその袋を片手に持ち替えて残る手で穴ぐらのドアを閉ざしきちんと情を下ろした。我ともなしに腹の中には嫌な想像が起こってくるのを自分でもどうすることもできないで物陰に隠れて震えながら ブッシュロッドのじいやはじっと目を離さずに待っていた。ロバート氏は例の袋を一旦机の上にそっと置いて、上着の襟を立てて首も耳も隠れるようにした。彼はちょうど旅行でもする支度のように灰色の粗末な服を着けていた。彼は眉を寄せて、 ガスの炎の上にかかっている時計を一心に眺めたが、やがて心残りらしく周囲を見回した。その様子がブッシュロッド老人の目には、愛しい懐かしい場所に永遠に別れを告げようとしている人の執着に絶えない思いのように映った。ついに彼は再びその2を取り上げて、急に、しかし静かに、 元来た道から銀行を出て表口のドアに城を下ろしていった。ちょっとの間ブッシュロッドはそこに立ち尽くしたまま石のように硬くなっていた。真夜中に金庫をかすめた男が頭取りでさえなかったならこの老木は間違いなくその盗賊に踊りかかって彼を殴り倒してでも ウェイマウスの財産を取り戻したであろう。けれども今、この哀れなる老木の魂は、単純な盗難を恐れるよりも、さらに呪わしい恐怖の念に満ちあふれていた。ウェイマウスの成果、ウェイマウスの名誉は、今まさに失われんとしているのだぞという、駆り立てるような恐怖の叫びが、彼の魂を突き立てた。 主人のロバートが銀行へ盗みに入ったのだ。他にどう解釈のしようがあろう。真夜中の時刻、ひそやかなる穴倉の訪問、急いでまた無言のうちに持ち出された充満した袋、侵入者の粗末な衣服、時計を見上げた懸念に満ちた目、大人き告別、 他にどう解釈のしようがあろう。それからブッシュロッド老人の錯雑した頭の中に、この間、うちの出来事がいろいろと浮かんできて、彼の信念を強めた。ロバート氏の日増しに募る暴飲、従って何かにつけては起こる不機嫌。銀行でそれとはなしに話される話の中にも出てくる。 事業の不振貸金の回収困難ロバート氏が夜逃げをして身をくらまそうとしているのでなくて何であろう銀行の残りの基金を解体して高飛びをしてウィリアム氏とレッチー・ジョーといたいけなナント・ガイとブッシュロッドのジーヤとを不名誉のうちに取り残そうとしているのでなくて何であろう 一分の間にブッシュロット老人はこれだけのことを考えた。それから急に彼は決心して活動し始めた。神様神様彼は大きな声でうなると一緒に脇戸のところへ横っ飛びに駆けつけた。長年の間でかい立派な仕事をしていなすった後でこんなことになるなんて。 ウェイマウスの御仁が盗賊や追いはぎになり下がったら、この上恥さらしのみっともねえことはありゃしねえだ。ぶっしろと、ッ親じめもよその鳥小屋掃除か、もっと情けねえことをしなければならねえ時が来ましただ。おおかみさま、ロバートさま、あんたさまはこんなことはなさりはしめえ。 レチーのお嬢さんや小さな子供さんたちは、あんなに威張って、ウェイマウス、ウェイマウスといつだって喋り散らしているだに。できることならわしは、あんたをお止めしますだ。にぐろ野郎が旦那様を馬鹿にしたというだろう。わしの頭をぶち落としてくだされ。そんでもわしは、お止めしますだ。 ブッシュロッドは、クルミの杖にすがって、リューマチスの痛みをこらえこらえ、停車場の方へと町を下っていった。そこには、ウェイマウス町を通過する二つの線が集まってきているのだ。彼が予想し、かつ恐れていた通り、そこの建物の陰に立って、ロバート氏が記者を待っていた。手にはさっきの袋がある。 遠取りから二十フィートばかりのところまで来て、停車場の壁際に巨大な灰色の幽霊のように立っているその姿を見たとき、今更のようにはたと彼は遠惑してしまった。自分がこれからしようとしていることが、どんなに唐突で黄岩だかということを考えて、彼は尻込みした。もし向きを変えて、 あの有名なウェイマウスの怒りから逃げることができるなら彼はどんなに喜んだことであろう。しかしまたも彼の想像のうちに浮かんでくるものは自分がこの重大な義務を全うしなかった時に自分のしもべとして責任をなじるレチー上の白い顔と困り果てたナントガイトのいとけない顔であった。 この考えに励まされて、彼は咳をしたり、杖で地面を叩たたいたりして、まっすぐに進んでいった。そうでもしたら、少しも早く主人の目について、あまり突然驚かして、木やの主人をひどく怒らせるという危険を防げるかもしれないと考えたからであった。ブシロット、お前か。灰色の幽霊は、 響きのある朗らかな声で呼びかけた「さようでへえロバート様こんな夜遅くで歩いて一体どうしたってことだ」生まれてから初めてブッシュロッドのじいやは主人のロバートにうそをついた彼はそれを抑えることができなかったちっと遠曲に切り出したかったのだ 正面から攻撃の矢を向けるには、彼の勇気が足りなかった。無理や、パッタースンバーさんのところへ行ってきたですよ。ばあさん夜中に病気になりましたで、ムリンジーの薬を一瓶持ってってやりましただ。へへ、旦那様。ふふん、ロバートは言う。やきに当たらないように家へ帰る方がいいぞ。 今夜は湿気が多い。明日の朝になってみろ。リウマチスの痛みで半殺しの目に遭わされるから。どうだ明日は天気かな、ブシロット。天気だろうと思いますだ。大天童様は沈まっしゃるとき真っ赤だったからな。影の中でロバート氏はシガーに火をつけた。すると煙は 彼の灰色の幽霊の姿が広がって夜の空気の中へ逃げていくかのように思われた。どうもブッシュロット老人には恐ろしい問題に向かって口を切ることができなかった。彼はおずおずと震えながら砂利の上に立ってその杖で小石をもてあそんでいた。だがその時ずっと遠くで 約3マイルばかり離れたジムタウンスイッチのところで彼は進んでくる列車が鳴らしたごくかすかな汽笛の音を聞いたあの列車がウェイマウスの名を不名誉と恥辱の世界へ持ち去ろうとしているのだすべての恐怖は彼から失せた彼は帽子を取って自分の仕えている一門の主張 偉大な尊敬すべき、親切な、同時に恐ろしいウェイマウスに面と向かった。彼は今やまさに怒こらんとしている危機に際して、その主人を救おうとしているのだ。ロバート様。感情が迫って、思わず彼の声は少し震えを帯びた。あんた様は、 オークローンで馬上試合のあった日のことを覚えてござっしゃいますか旦那様。あのあんた様がお勝ちなされて、エルシーのお嬢様に女王様の冠をお着せなさった日を。馬上試合シガーを口から取りながらロバートは言った。うん。俺はよく覚えているとも。だが一体何だってこの真夜中に。 こんなところで馬上試合の昔話なんか知っているんだい家へ帰るんだ、ぶしろっと。えお前は寝ぼけてこんなところまで出てきたんだな。ルーシーのお嬢様は、あんた様の肩へ剣をあてがって言いなすっただ。老木は主人の言葉は耳にも入らぬように続ける。私はあなたを騎士にする。 さあ、ロバート立ち上がりなさい。純潔にして恐れなく、かつ人の非難を受けずってなあ。ルシーのお嬢様はそう言わした。だ。そりゃあ大昔のこんだがわしだと手忘れてはいねえはずです。だ、それからもいっぺんわし。どもが忘れてなんねえ時がござります。だ。そりゃ。 あのルシーのおまがりののでござます。あのお方様はブッシュロッドじいをわざわざお呼びにおこしなされていなすただブッシュロッドのじいよ私が亡くなったあとはロバートのことは頼みますよルシー様は言わしただ誰の言うことよりもお前の言うことをお聞きなさるようだからねあの人は時々 完璧が募るのだからお前が気に逆らうことを申し上げる時には怒りなさるかもしれないけれども誰かあの人を分かっている人がついていてくれなくっちゃいけないからねどうかするとまるで子供におなりなさるがルーシーのお嬢様はおかわいそうなやつれたお顔に目をぬらして言いなすっただいつでも立派に。 みんなあのお方様のお言葉ですだよ。純潔な、恐れない、かつ人の非難を受けない、私の騎士でおいでなすったのだから、ってな。ロバート氏はいつもの習慣どおり怒りを装って心弱くなりかけている自分を隠そうとした。 この年寄りのおしゃべりめ。彼は渦巻くシガーの煙の間からうめえた。貴様は気が違ったな。俺は貴様に帰れと言ったんだ。ブッシュロット。ルシーがそう言ったなるほどな。そうさ。俺たちはあんまり立派に家命を保ちもしなかったろうよ。先週で2年目になるだろう、ブッシュロット。え あれが死んでからな。くそ。貴様は夜中ここに立って、飛び色の面取りみたいに喋ってるつもりか。列車の汽笛はまたなった。もう一マイルばかり向こうのウォータータンクのところまで来ているのだ。ロバート様ブッシュロット老人は、頭取の持っている袋に手をかけた。 お願いでございますどうかこれをお持ちにならないでくだされわしはこん中に何が入っとるか知ってますだ銀行のどこから持ち出しなすったかも知っとりますだどうか置いてってくだされこのかばんの中にはルシーのお嬢さんとルシーのお嬢さんのお孫さんたちの大変にお困りになさるものが入ってますだ。 これを持っていかれては、ウェイマウスの名は台無しになって、皆様はおじぎしまわって恥をさらさねえじゃならねえですだ。ご主人様、ロバート様、この荷黒野郎を殺してでもいいだから、このかばんは置いてってくだされまし。わしが三頭の川を越えましたときに、ルシーのお嬢様が、ブッシュロットのじいや、 なぜロバートさんを大事にしてくれなかったってお聞きなされたら、わしはなんちってご返事できますだか。ブッシュロット、ロバート氏はいつもより低い声で言った。お前はあんまり出すぎものすぎるぞ。どんな許しがたい口出しをしても。 これまで多めに見逃されてきたのでつけあがったんだな。じゃあお前は、この袋の中に何が入っているのか、ちゃんと知ってるんだと言うんだな。貴様が長い間忠実に勤めていたのに免じて、今度だけは許してやる。だが、帰れ、ブッシュロット。もう一言でも俺の前で言うことはならんぞ。 だが、ブッシュロッドはいよいよ強く袋を掴んだ。汽車のヘッドライトは停車場の周りから闇を追いのけ始めた。機関車のうなり声はだんだん激しくなって、人々はざわざわと線路のそばへ近寄っていった。ロバート様、わしにこの袋を下され。わしにはそういうだけの理屈がございますだ。 わしはあんた様がお子様だった自分からお仕えしました。戦争にもお供してご一緒にヤンキーどもを北の方へたたき返したでござります。あんた様の婚礼の時もいただし、レチーのお嬢さんがお生まれの時にもそばにいたでがす。今日ではレチー嬢さんの子供さんたちが毎日ブッシュロッドジの帰ってくるのを待ち焦がれていますだ。 体の色と位がねえのが違うばかりで、あとはわしだとて、ウェイマウスのものでしょうが、二人とももう年寄りですだ、旦那様。ルーシーのお嬢さんにお目にかかって、自分のしたことを話すときも、もうそんなに遠くはねえだ。ニグロのじいは、ただ使われている家でできるだけ働きましたといえばすみますだ。 だが、ウェイマウスの名字のあるものはそうはいかねえ。純潔に恐れなく、かつ人の避難を受けずに暮らしてきたと言わねえじゃなりませんだ。この袋を下され旦那様、わしはどうしてもこれをもらわねえじゃなりません。銀行へ持って帰って穴ぐらい銃を下ろしてしまい今度来ますだ。 わしはルシー様の言いつけ通りにするんでガス。手を緩めてくだされ、旦那様。列車は停車場に止まっていた。汽車に沿うて手押し車を押してゆくものがある。二、三人の眠そうな旅客が下車してそーろうとして闇の中へ消えていった。車掌は砂利の上へ降りてランタンを振り、 おーい、フランクと、誰か見えないものに呼びかけていた。ベルが鳴り、青銅器がシュー音を立てると、車掌は、皆さん、ご乗車お願いします。と、長々と尾を引くように言った。ロバート氏は袋を掴んでいた手を緩めた。ブッシュロット老人は、ちょうど恋人がその最初の愛人を抱くときのように、 両手でしっかりとその袋を胸に抱きかかえた。それを持ってお帰り、ブッシュロット。両手をポケットへ差し込みながらロバート氏は言った。そしてもうこの問題はしまいにするんだ。な、ウィリアムさんにそう言ってくれ。わしは土曜日に帰るってね。さようなら。 帳取は動き出した列車に飛び乗って、車室の中へ消えてしまった。ブッシュロッドのじいやは依然としてその貴重なる袋を抱きしめたまま、身ろぎもしないでそこに立っていた。彼の目は閉ざされ、その唇は動いている。ウェイマウスの名誉を救いたもうた。高きにいます主に向かって、 感謝の祈りを捧げているのであった。彼はロバート氏が帰ると言った時にはきっと帰ってくることを知っていた。ウェイマウスの一族は決して嘘をつかないのだ。今こそありがたいことに、ウェイマウスが銀行に預かった金を支障したと誰が言い得るだろう。 やがてこの上にもウェイマウスの基本金を守護しなければならないということに気がついて老木ブッシュロットは取り戻した袋を持って銀行の方へ帰っていったウェイマウス町から3時間ばかりのところにある寂しい小駅に汽車が止まると夜明けの灰色の空気の中へ ロバート氏がひらりと降りてきた。彼はプラットフォームに待っている一人の人と馬車と馬と魚車とがぼんやりした影になっているのを見ることができた。馬車の後部には五六本ほどの竹の釣りざおが突き出ていた。やってきたね、ボップ。ロバート氏の旧友であって同時に同窓の友である ハンジ・アーナ・キルドは言いかけた。今日は絶好の釣り日和になるだろうぜ。僕は君がね、おや、君は例の品を持ってこなかったね。ウェイマウス銀行の頭取は、帽子を取って、その灰色の髪の毛をかきむしった。さあ、そのことだがね、ベン。正直なところを白状すれば。 僕、家に手に負えない年寄りのニグロがいてね、そいつが僕の準備をすっかり台無しにしてしまったんだよ。奴はね、停車場までやってきてね、断固として僕の計画を禁止しちゃったのさ。彼の申すところ、いちいち最もなんでね。まあ僕は彼が正しいと認めたんだ。どうしてだか知らないが。 その老人は僕が持っているものを嗅ぎつけたらしい。そのくせ僕は銀行の穴ぐらにしまっておいて真夜中に担ぎ出してきたんだがね。彼は僕が紳士らしくない程度にまで酒に溺れていると認めたもんだ。そしてとうとうもっともらしい議論で僕をやり込めおったというわけなんだ。 僕は酒をやめようと思う。ロバート氏はそう言葉を結びかけた。僕は飲酒の習慣を持続しながら自分で認めうるような生活。純潔にして恐れなく、かつ人の非難を受けず、とブッシュロッドのじいやは言っておったが、そういう生活を望むことは、 不可能だという結論に到達したよ。なるほど。それじゃあ僕も許さなきゃなるまいな。二人が馬車へ乗り込もうとしているとき、ハンは考え深そうに言った。その年寄りのダーキーの言うことは、良心的に否定はできないということをね。だがな、 ロバート氏は大きなため、息をつきながら言った。あの袋の中には君が今までに飲んだこともないような。極上、最古の非常に滑らかな。ブルボンウイスキーが一生に大ばかりもあったんだからな。